どうも、ヌネです。ディスガイア 2PC 続きをやっていきたいと思います。前回、花子の召喚実験で、マローネが仲間に入って装備を整えるところまでやりました。まあ、キャラクターも増えてきたところで、いろいろちょっと強化もしたいところなんだけど、今回もその続きからやります。こちらですね。真空の滝壺。ねえねえ、バカっぽい人、お菓子まだ？今時の子供がお菓子だけで入会されてあげようって言うんだから感謝してよね。かわいくないガキどもめ、つねって泣かしてやろうか。このダークヒーローアクターレ様主演の番組に出させてやるんだから少しは喜びやがれ。全然嬉しくないよーだ。アデル兄ちゃんを呼び出すために私たちを誘拐したくせに。こんなことしても兄ちゃんを怒らせるだけだと思うけどな、僕は。たとえ敗れたとしても俺様にはとっておきの秘策があるんだ。どうせしょうもない罠でしょ。あんたの考える秘策ってバカっぽいもん。ほんと可愛くないガキだな。こっぴどくお仕置きしてやるぞ。ダークヒーローを怒らせると怖いぞ。嵐のようなピンポンダッシュといたずら電話で眠れなくしてやる。なんだ、あんたなんて怖くないもん。私には強い兄ちゃんがいるんだから。兄ちゃんはね、魔王ゼノンをやっつける私たちの勇者なんだから。え、あいつ魔王ゼノンを倒すつもりなのか。そりゃまた命知らずなやつだね。え、僕だってすごいんだよ。この魔王ゼノンの一人娘の姫様に家来にしてもらうんだから。タロちゃん、あんた本気でロザリンの家来やるの？バカじゃない？なんでバカなんだよ。姫様はすごいんだぞ、偉いんだぞ。わかったわかった、兄弟喧嘩なら俺様が審判してやる。さあ、思う存分やるな。アクターレちゃん、お待たせ。お菓子買ってきたわよ。あー、タロちゃん、その生肉チョコバー、私の大好物。ちょうだい。ダメダメ、僕だって大好きなんだから。こらこら、欲しいもんがあるなら力ずくで奪いな。力ずくが苦手なら頭を使え、それが悪魔だ。だってさ、どうする、タロちゃん、私と喧嘩する？やだよ、花子と喧嘩しても勝てないもん。はい、この生肉チョコバーあげるよ。悪魔の世界って厳しいな。ありがとう、太郎ちゃん。それでいいな。まるで一昔前のドラマにあったような兄弟なんだぜ。ここにもおらぬようじゃな。あのアクターレとかモース道化者、見つけたらただではおかぬ。幼い子供を誘拐するなど言語道断、許しがたき行為じゃ。お前悪魔のくせに変なやつだな。悪魔だったら子供を誘拐するぐらいのことなんとも思わないんじゃないのか。姫様は蝶のつく箱入り娘ですからね。そこらに転がってるような下品な悪魔とは思考回路がちょいと違うんですよ。何を申しておる。太郎と花子は世の家来、家来を救うのに理由などいらぬ。勝手に俺の兄弟を家来にするなって。まあ確かにこいつは他の悪魔とはちょっと違うみたいだな。悪魔なんてどいつもこいつも同じかと思ってたけど、いろんな奴がいるもんだ。あれは猫マッターゾーだね。敵レベルアップ 10%。 あー、厄介っちゃ厄介だね。距離もあるし。Thank you.
そしたら、まあこれで移動させるしかないかな。10% だから11になるだけか。全然余裕だな。届かない。よし、うまくいった。これは攻撃なんだ。上に1体いるね。もしもし、俺だけど、みんな元気でやってるか。ちょっとみんなの声を聞きたくなってさ。別に寂しくなったわけじゃないぜ。あ、それから仕送りのことなんだけど、事情があって遅れそうにないんだ。ほんと、ごめんな。誰って、俺だよ、アクターレだよ。声でわからないのか。はぁ、アクターレは死んだ。違うって、あれはテレビ局の陰謀だよ。本当だって母ちゃん、俺のこと信じてくれないのか。分かったよ。もうすぐ俺が生きてることテレビで放送されるから見ててくれよな。信じて待っててくれよ母ちゃん。俺もっとビッグになって帰るから。さあ4つ目。ハロ、花子。あ、兄ちゃんだ。ヤッホー。あ、姫様、僕のこと助けに来てくれたんだ。ようこそ俺様の番組へ。罠と知りつつ青面下げて現れた、その度胸だけは褒めてやる。ガキどもを無事に返してほしくば、おとなしく姫君を俺様に引き渡すがいい。そしてボッコボコに殴らせろ。何企んでるんだ。企んでるのはお前の方だろう。姫君を人質にとって魔王ゼノンを倒そうっていうお前の陰謀は見抜いているんだ。
前のその野望を俺様が打ち砕いてやる。魔王ゼノンの姫君を救い出したとなれば、俺様はめちゃめちゃ目立つはず。俺様の勇姿は全魔界に放送され、華麗なる復活劇の幕開けとなるのだ。さあ正々堂々と勝負しな。ただし一方的に殴らせてくれないとガキどもがどうなっても知らないぞ。ここが正々堂々なんだよ。それのどこが正々堂々なんだ。僕たちが従わなかったら、ボロッカスに負けて全魔界に恥をさらしたら、華麗なる復活もクソもないでしょ。心配は無用だ。俺様には秘策がある。もし古典版にやられても最新の特撮技術でいくらでも編集可能なのだ。どんなに惨めな負け方をしても、どんなに無様な命乞いをしようとも、俺様が大勝利する映像に早変わり。どうだ、この二重に張り巡らされた狡猾なる罠、恐ろしくて声も出ないだろう。いや、呆れてるだけだ。貴様、許さん。己が目立ちたいがために罪なき子らを誘拐するとは不届き千万。覚悟せよ、余自ら成敗してくれるわ。え、なんで怒ってるんだ。一応あんたを助けてやろうってんだぜ。愚か者、世は助けなどいらぬ。世は自らの意志で行動しておるのだ。人質になどなってはおらぬ。そんなバカな。姫様っていうのは常に悪者に捕まってて、白馬の王子様を待ってるものだろ。アホ、それは貴様の勝手な妄想じゃ。じゃあこの番組はどうなるんだ。番組内容変更ですね。最終回アクターレ悶絶死するの末期なんてどうですか。そんなタイトルの最終回嫌だ。せめてハッピーエンドにしてくれ。そうはいくかよ。お前にはバッドエンドがお似合いだ。ハローと花子が世話になった礼はきっちりとさせてもらう。ああ、アクターレ戦ですかね。侵入禁止貼ってあるんだよな。これ壊さないといけなくて。レイピア装備してるし、フが2体。無敵に入ってる侵入禁止か。アクターレは自体はタコ殴りとインペリア。インペリアル盗みたいな。まあ、とりあえず、1、2、3、4、5、届かないかな。うん、届かないね。うん、届く。これで、ほら。でジオブロック壊して、侵入禁止を消して、そこからだね。あ、これ倒して。
倒して。よし、インペリアル盗んだ。お小遣い476ヘル。届かないか。戦士となった姫君を果たして俺様は救えるのだろうか。まだそんなこと言ってんのか。お前そろそろ大人になって目を覚ませよ。俺様の目はごまかせんぞ。改造だろ、キャトルミューティレーションだろ、怪しい未来の技術を使ったんだろう。いい加減にしなさいよバーカ。アデル兄ちゃんはそんなことしてないわよ。兄ちゃんはあんたなんかと違ってそんな卑怯な真似しませんよーだ。危ないよ花子、滑って川に落ちちゃったら大変だぞ。言ってる。の時間です。今最もホットなスポット、辺境世界ベルダイムの話題です。
美しい自然を色濃く残す大地。今日はその中を雄大に流れるタイガ、ダロスタイガの映像をお届けします。中継がつながっています。ベルダイムのサメさん。はい、こちらベルダイムのサメです。一見穏やかな川に見えますが、流れは速く子供なんかは簡単に流されてしまいます。しかも下流には魔の大空洞と呼ばれる恐ろしい洞窟があり、飲み込まれたものは決して生きて帰れないというプレミア付きです。まあ他人が溺れようが関係ありませんが、観光に訪れた際はそれなりに気をつけるのもまた一行かもしれませんね。ベルダイムからサメがお届けしました。何もなかったかのように。ありがとうございました、サメさん。なんだか後ろの方で通り魔に殺害されて死んだはずのアクターレ氏に似た人物が映っていたような気がしましたが、ま、気のせいでしょう。はははは。 CM の後は人気のコーナー、預言者プラムさんの生首占いです。なおこの放送は野球中継延長のため番組を40分ずらして放送しております。マジ迷惑な話です。今のあんちゃんじゃなかった？あんちゃん生きてたんだ。バカおっしゃい。アクターレは死んだってちゃんとニュースで言ってたじゃないの。さっきのいたずら電話といい、息子を亡くした母親をこれ以上悲しますもんじゃないよ。でもあんちゃんだったと思うんだけどな。大変だ。なんてこった。うらら大変。この先は魔の大空洞よ。あれに飲み込まれたら太郎ちゃんは一巻の終わりよ。なんとかしなくちゃ。思い起こせば人畜無害ないい人でしたね。ナム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 。アホ、太郎は世の家来じゃ。こんなことで死なせてたまるものか。お前の家来かどうかともかく、今は行動する時だ。行くぞ。ダメだ。お前はここで待ってろ。もしかすると大空洞に入らなきゃならないかもしれねえんだ。だったらなおさら行くもん。花子がここに立つところ見せてあげる。おやでる、議論している場合ではないぞ。今は行動する時なのじゃろ。分かったよ。その代わりちゃんと俺の言うこと聞くんだぞ。いいな花子。はーい。花子強引に仲間になった。溺れてくれたおかげで兄ちゃんの仲間になれたわ。これでずっと兄ちゃんと一緒。太郎ちゃんに感謝しなきゃね。何してるんだ花子。こんなつもりじゃなかったのに。俺様はただ第5話、不器用の約束。神様、太郎と花子をお守りください。悪魔が神様に祈ってどうするのよ。大丈夫、アデルちゃんが守ってくれるわ。うん、そうだね、アデルならきっと守ってくれる。ところでアデルちゃんの両親のこと何か思い出した？それが一向に思い出せないんだよ。そうなのよね。なんとなく顔は思い出せるんだけど。はい、というわけで戻ってまいりました。とりあえず
場が進んだので宝箱復活というか再配置というか割れているのでそれを探しましょう。普通見つけましたね。まだ多分あると思うんだけどどこかな。あったあったってことですね。携帯電話もうあと1個ぐらいはどっかありそうなもんだけどないかな。ないね。この上とかにも多分出てきたりとかするんだけどないっぽいです。で今回時間もいいところなので今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。